シリグリ回廊はインド東北部西ベンガル州に位置する回廊地帯。名前は同地帯の代表的都市であるシリグリより名付けられた。赤い部分がシリグリ回廊最強部約3 2トルのシリグリ回廊にはネパール、中華人民共和国、ブータンバングラデシュの4カ国が接している。独立運動や周辺国の武力侵攻により仮にインドが 回廊の支配権を失った場合、広大な東北部の領土が孤立してしまうため、地政学的に重要視される地域となっている。1947年、ベンガル分割によって、シリングリ回廊が誕生した。1962年、シッキム王国とブータンの間の中国が実効支配する準備ニをめぐり、中印国境紛争が発生した。1975年、 回廊北部に位置したシッキム王国がインドに併合されてシッキム州になった。1980年、インドとバングラデシュの間でシリグリ回廊の大退路となるデトゥリア回廊の建設が提案された。しかし現在でも交渉の初期段階に止まっている。2002年、インド、バングラデシュ、ネパール、ブータンの4カ国の間で 回廊で自由貿易を行う計画が議論された。2017年6月、中国が侵略し、一方的に道路建設を開始した。現在この地域では、緊張が高まっており、インド陸軍や、アッサムライフル部隊、国境警備軍、西ベンガル警察が頻繁に警備している。近年ではバングラデシュ藩政府軍や、ネパールの毛沢東思想反乱軍が行き交っている。 麻薬や兵器の取引も盛んである。ありがとうございます。